グリマルディ家とは、モナコ公国の公爵家であり、代々モナコ公国を統治する家。現在の当主は、アルベール一世である。家祖は、フランソワグリマルディ。元は、ジェノバの貴族の家柄であった。グリマルディ家の初代モナコ統治者は、高猾な男としても知られる、フランソワグリマルディである。現在は、その直系の子孫ではないものの、グリマルディ家が、モナコの領主であり続けている。 現在の公は、国事遂行不能となった、老婦公レーニエ3世の摂生であった、アルベール2世。その子供であり校生氏は、現在のところジャックド・モナコ公子である。その姉に、ガブリエラ公女、被着室士に、ジャズミン、アレクサンドルという子がいる。2020年3月19日、新型コロナウイルスに感染したことが発表された。 プリンセスグレース病院の専門家から治療を受けており、健康上の問題はなく、宮殿自室からの公務を継続する旨を発表した。国旗アルベール2世ジェノバ共和国は、神聖ローマ皇帝である、ハインリヒ6世から1191年にこの土地を与えられた。そして、1228年に、現在のモナコ市を建設したのであった。その頃、 ジェノバ共和国の都市貴族の家柄として、グリマルディ家は出発した。夫・カネ・ラの子孫であり、彼の長男であるグリマルド・カネ・ラから名前を取った、グリマルディ家は、強硬派ジェノバ人の中で古くから優勢であった、一家である。彼らは、強硬派と皇帝派の派閥争いから逃れるために、フィエスキを含む、他の様々な強硬派の家を引き連れて、モナコに来ていた。 それから100年ほどの地の1297年、グリマルディア初代当主であるフランソワ・グリマルディはギーベリンに占領されていたモナコの要塞にフランシスコ海の修道士姿に変装し包囲のもとに武装して侵入した。そしてグリマルディらはギーベリンが占拠していた要塞の占拠に成功した。グリマルディは現在のモナコ区下の子祖となった。そのためグリマルディは 狡猾な男とあだなされる。フランチェスコ・グリマルディは、ジェノバ共和国の主権の下で、1297年にグリマルディ王朝を始めることとなった。しかし、実際にはフランスは4年後には、モナコの地を追われている。グリマルディ家のモナコ支配が固まるのは15世紀、初めであり、現在のグリマルディ家は、フランチェスコの直系子孫ではない。 その後1346年にマントン1355年にロクブリヌイコールカップイコールマルタンに支配を広げた。1338年には A2 海峡での軍事行動にフランスやジェノバーの軍隊と共にカルログリマルディ率いるモナコ軍艦が参加した。その際に手に入れたサウサンプトンからの略奪品はモナコに持ち帰られ広告の繁栄に寄与した。 1419年、それまであくまでも選手であったグリマルディケは、アラゴン王国から正式にモナコの地を購入し、正式な支配者となる。1528年、アンドレアドーリアが、ジェノバの貴族層と庶民層の合体を企て、そのために政権を特定の28種族へ集中させた。グリマルディケはその一つに数えられた。そこから、その頃には、 もう相当な名門に数えられるようになっていたということを意味する。また、グリマルディケは1612年からプリンスの称号を自称し始め、己2世の時代にはフランス王類13世の保護下に入ることでスペインの支配を抜け出した。歴代のモナコ校は独立君主であると同時にフランス王の進化として宮廷で高い地位を占めた。そして、 フランスの保護国となることでグリマルディ家のフランス化も進んだ。また格式を保つため領民には重税が課せられた。現代のラローチ1793年、フランス革命軍がモナコを占領、併合した。1814年までモナコはフランス第一帝政の直接支配下に置かれた。1815年に模様されたウィーン会議の結果、モナコは サルデーニャ王国の保護下に入った。サルディーニャは、ジェノバの後継国家である。サルディーニャ王国が、ザボヤとニース地方を売却するも、マントンとロクブルヌネをフランスに売却し、見返りに、モナコの主権を復活、イタリア王国に発展、解消した後もモナコは、イタリアの支配下であり続けた。1911年、憲法を制定したことで、立憲君主制となるも、 モナコ大公は依然として絶対君主として振る舞い、モナコ大公、アルベール一世はすぐに憲法を停止した。イタリアで革命が起こった時、モナコは独立国として名実ともに振る舞うようになった。ルイコーが1949年に死去すると、孫のレーニエ三世が即位した。1956年には、ハリウッド女優のグレイス・ケリーと結婚した。百六十二年、 新憲法を制定した。2005年、レーニエ3世が死去し、息子のアルベール2世が即位した。先代のコレーニエ3世以降の下では、主に観光業、工業を中心に発展したモナコであったが、現在の子、アルベール2世以降は、経済分野の一層の多様化に向けて、金融業のほか、環境、バイオテクノロジーや医療研究等の高付加価値産業を重視している。 大西洋、地中海におけるマグロの乱獲に反対している。過疎、フランソアグリマルディアメリカ国籍のウェイトレスをしている女性がモナコを訪問した際、その女性はアルベール2世と知り合い、連日共に過ごした。その後女性はアメリカへ帰った。しかし、その後妊娠していることがわかり、その知らせを受けたアルベール2世はダイソを喜んだ。 その女性と電話で連絡を取るようにしていたが、他人に気づかれ、連絡が取れなくなってしまった。その後女の子が生まれ、現在は16歳になり、グリマルディ家を名乗っている。ありがとうございます。